甘い香りがいっぱいに広がる工場。ここで作られているのはチョコレート。でも普通のチョコレートではありません。食物アレルギーでチョコレートを食べられない、お子さんたちにもチョコレートの味を知ってもらいたいと。しかも従業員の年齢を聞いてみると、75なんですよ。はい、70歳になりました。74歳です。お元気ですね。はい、元気いっぱい。はい、定年後の人たちが生き生きと働いています。ここはシニアが社会に貢献する職場です。岐阜県各務原市、住宅街の一角に工場があります。アレルゲンフリーフーズです。その社名の通り、アレルギー症例を引き起こすとされる卵や乳製品、小麦など27品目の材料を使わないチョコレートを製造しています。ここの工場ではミルクも大豆もありません。まあそういった物質を一切取り扱わないということになっております。この工場ではカカオや砂糖などの必要最小限の材料だけでチョコレートを作ります。社長のカニさんは地元の菓子メーカー日光製菓を長年経営してきました。2017年に子供に事業承継して自らは退職、新たな使命のためにこの会社を作りました。自分にできることって何だろうなというようなことを考えたときに、あ、そうだ、食物アレルギーでチョコレートを食べられない子どもたちがいて、それを求めておられる人たちがおられるということで、これは自分がやらないとこの商品は多分ずっと出てこないだろうなと。手間がかかり採算が取れないために大手メーカーが手を出さなかった商品、完成したチョコは大きな反響を呼び、今も多くの人たちから感謝の手紙が寄せられています。まあ、こういうお手紙を拝見させてもらいながら、私もやりがいを感じているところに。この会社は6名の従業員のうち4名が日光製菓の定年退職者。平均年齢は73歳。高齢者に無理のないよう勤務時間は週3日で、朝9時から13時までの4時間です。毎日終わったら土曜日明日休みっていう感じですけど、それもそれでやりがいはあると思います。なんかすごく楽しくやれる仕事なんで喜んでやってます。張りがいがありますよね。社長さんがいい人でですね、本当にみんな楽しくやってます。皆さんにね支えられて本当に助かっております。手順がわからないところもありまして、皆さんに本当に迷惑かけてます。どこ人なんでね、どこ人なんで。自分で自由にできるお小遣いで、より豊かな老後生活を送っていただければいいのかなと思います。高齢者にとってここで働けることが生きる喜びにつながっているのです。またこの会社では社会貢献事業にも力を入れています。この日は各務原市内の福祉施設にチョコレートを寄贈することとなり、市長と面談しました。子どもたちが本当に喜んで美味しく召し上がっていただけると思いますので、各務原市を盛り上げよう、そしていろんな方に幸せを感じていただこうということで頑張っていただいておりまして、本当に私のものとおりまして宝であり、そして誇りだと思っています。カニ社長はその足で市内の福祉施設に出向き、子どもたちに直接チョコレートを手渡すことになりました。そのお返しに子どもたちからチョコレートの工作をもらいました。こういったものが届いた
ていうようなあの些細なことではあっても、何か喜んでいただければもうそれで十分満足でございます。町の小さなチョコレート工場は子どもや高齢者、そして全ての人々に幸せを運びます。